キャッシュ・アスムス戦は、アメリカ合衆国を呼び、フランスで活動していた騎手である。アメリカ合衆国サウスダコタ州映画出身。ブライアン・キース・アスムス戦という名だったが、1977年に改名した。父・キース、母・マリリン、弟・スティーブンは調教師である。1979年に騎手になると、1年目から G1 競争のベルデーム・ステークスなどに勝利、 エクリプス賞最優秀見習い機種を受賞した。1981年に来日し、第1回ジャパンカップでメアジードーツに起場し、優勝した。1982年にスタブロスにアルコスと契約し、フランスに移籍した。フランスでは1985年から1990年までアイルランドで起場した1987年を除いて5回リーディングジョッキーに輝いた。 また1987年には再び来日し、第1回ワールドスーパージョッキーズシリーズに参加、優勝している。1988年はフランスで年間200勝を記録。これは2003年にクリストフスミオンが207勝を達成するまで、フランス年間最多勝記録となっていた。3000勝以上を挙げ2001年に騎手を引退した。引退後は、 アメリカ合衆国に戻り、テキサス州ラレードで、父キースらの経営する、キャッシュマークファームのエージェントをしている。2010年の第24回、ワールドスーパーアジョッキーズシリーズでは、表彰式プレゼンターを務め、またレース2日目に行われた東京競馬第7レース、シャングリラ賞には、シーアスムス戦手来場記念の副賞が付けられた。ありがとうございます。